エネルギーナビゲーター大畑晴美がお送りする今週のオラクルカードリーディング、今日は8月の12日から18日までのジェネラルリーディングをお届けします。はい、皆さんご無沙汰してます。大畑晴美です。お元気でしょうか？ようやくですね、セドナのものすごいインテンスな、ワークショップから戻ってきました。昨日ですね、オラクルカード引いたんですけど、ちょっと今日も、実はですね、セドナのすごい高い岩の上まで登っていったんですけど、月食の日にね、前の日ですけど、で、携帯落としてしまいまして、割ってしまったんですよね、ガラスを。で、まあ、もうちょっと携帯そろそろ買い替えなきゃいけなかったので、新しい iPhone7 に、今日変えてきました。そんなようなことをしたりとかしてましたので、ちょっと配信が遅くなりましたけれども、皆さんどうでしたか、月食は。ねえ、この月食は、私たちの、マウリ先生の、プログラム、サイクル11なんですよね。もう20年ぐらいやってて。で、2年間のプログラムなんですけど、今回、アリゾナ、ロサンゼルスもそうですけど、セドナの時間、パシフィックスタンダードタイムはですね、ちょうど月食がですね、8月の7日だったかな。7日の、朝11時11分だったんですね。だからもう11、11で、11というのはこのゲートウェイを表しますよね。だから本当に象徴的な月食でしたね。で、獅子座の15度でしたよね。だからちょうど真ん中あたりですから、皆さん今獅子座、皆さんの何ハウスにあるんでしょうかね。私の場合は9ハウスなので。そして獅子座と反対側の水瓶座の15度でしたからね、お月がある方は。私の場合ちょうどそれが、そうですね、太陽と月のミッドポイントというところに非常に近くて、いろんな意味で、私の第3ハウスになるんですけど、水瓶座はね、だからインターネットの配信とかするのは本当に私にとって今とても大切なことだなと思いましたけど、はい。ということで、その月食の頃はですね、やはりいろんなものが出てましたね。私、セドナがとにかくすごいボルテックスがあるところで、毎日朝、もう本当に3時半から4時起きでしたね。朝もう4時にスタートなんて時あったので、あと大抵いつも5時から、どっかに出かけてですね、5時から、クンダリニヨガをして、で午前昼間はずっとですねワークショップをして、それから午後からまたどっかハイキングに行って、で夜は夕食作ってとか、もう本当にね、インテンスでした。でもやっぱりすごいものをたくさん得てくることができました。去年のね、ジャパンプロジェクトで、セドナのリトリートを来年しましょうということで、2018年を目標に今私も計画してたんですけれども、ちょっとね、2018年ではなくて2019年に変更しようかなと今考えています。というのは、18年まで私がマウリ先生のプログラムを、かなり大変なプログラムなので、ちょっと余裕がないなというのがあって、で、今回マウリ先生もね、今までハワイのビッグアイランドに住んでらしたんですけど、今度はセドナに引っ越されたんですね、お家を買われて。だから、セドナはもうちょっと私も探検をしてですね、私の、なんていうんですかね、インターネットでのクラスもある程度皆さんスタートしていただいた段階で、2019年にセドナで、リトリートキャンプができたらいいなと思ってます。その時に、マオリ先生も一日ね、何時間でもいいのでお時間があれば皆さんと一緒に過ごしていただけたらいいんじゃないかなと思ってるんですけど、そんな夢を抱きながら、私はセドナから戻ってまいりました。で、この2日は爆睡してましたね、本当に疲れちゃって。もう、はい。ということで、Facebook の方にもちょっと写真をね、マウリ先生の写真をこう転送してますので、私携帯割ってしまったので、ほとんど写真あんまり撮れなかったんですけど、一つお土産にこれを買ってきました。セドナの、レッドロックですね、本当にすごいエネルギーがあります。もうこれすごい気に入って一目惚れですね。あと、こんなゲットですね、ホピの
思うものがありますけど、それから、まあ、一つだけほとんど、ね、買い物する暇もなかったんですよね。ということで、簡単に、セドナのお話をこれで終了しますけれども、すいません、日食の、ウェビナーですね、ちょっと私の方がすごい忙しくて、葵さんもこちらでちょっとお仕事を見つけて、今今週から働いてますので、外でね、だから、私の方のお仕事のお手伝いをしてくれながらお仕事もしているので、今ちょっと大変なんですけれども、今ね、ウェブナーのセットを私がしましたので、今回ね、また自動更新になってしまったので、かなりウェブナーのコストが高いんですね。でもまあ皆さんにお約束したので、今回有料ではなくて無料で提供しますので、私の方は皆さんに無料で提供するためにかなり何百ドルか払わなきゃいけないので、その分ぜひね、ぜひ皆さん参加していただきたいと思います。これは私からのお布施だと思って、で曜日ですね、13日ちょっと間に合わないので、日本時間の金曜日ですね、金曜日の午前10時から10時半までですね、あ、11時半まで1時間半無料のウェブナーを開催します。で、まあ、その時出られない方も、ぜひですね、ご登録ください。これは有料ウェブナーとか、これからウェブナーしていく時に、第1回目のウェブナーでやっぱりいろいろ皆さんわからないことがたくさんあったと思いますので、今回は無料ですけれども登録をしていただいて、必ずパスワードを入れてもらって、ウェブナーの登録をして、パスワードを入れていただいて、見るという、ウェブナーの皆さん自身も経験をしていただきたいためにやってますので、先着500名です。500名以上になると私がもっと高いお金を出してやらなきゃいけないので、500名様だけは、見られますので、よろしかったらぜひですね、ご参加ください。今、間に合えばこの動画の下にですね、リンクを貼っておきますけれども、葵さんの方の設定がまだできない場合はですね、私の星読みつれづれ草のウェブサイトですね、ウェブサイトの方で無料ウェブナーのご案内を差し上げますので、そちらから申し込んでください。はい、今週もですね、このいつもの、ソウルコーチングオラクルカードですね、もう一つ、ソウルなんとかってもう一つリンさんのがあるんですけど、そちらとこちらとどっちがいいか、ペンチュラムで聞いたらやはりこれということが出たので、今週もこれで、皆さんにご提供します。最後にマンダラ、クリスタルマンダラオラクルカードから3枚引きしますので、最後までご覧ください。今週はやっぱりね、この月食があったので、実際にサイクルイレブンのマーリ先生の仲間たちも、まあ、本当ジンバブエとかデンマークとかスウェーデンからも来てましたね。ベネズエラのから来てらっしゃる方もいるし、世界中から仲間が集まったんですけど、結構いろいろ内側から出てくるのがあって、結構皆さんインナーワークをしました。私自身もそうでしたしね。でも今本当にね、それをすることで大きなヒーリングが起こってくるし、本当にね、この今度皆既日食、アメリカで皆既日食は、ね、100年ぶりぐらいなんですよね、全米であるので。前回はね、1991年だったかな、1891年だったかな、ちょっと1991年だったかな、その辺でしたね。ちょっとしっかり覚えてないんですけど、プルートが、冥王星ですよね、冥王星が見つかったのは、ローウェル天文台というところがあるんですけど、これはプライベートな天文台なんですね。でセドナから、そうですね、1時間半ぐらい行ったところです。で、最後の日はそちらの天文台にも行って観測をしてきましたけれども、まあ、そのお話も徐々に今度ね、いつかね、お話ししていきたいと思いますけど、なんでこんな話をしようと思ったのかな、言いながら忘れちゃいました、ごめんなさいね。で、まあ、とにかく今本当にそういうその星の動きが非常に激しい時なので、いろんなものが出てきますけど、それをしっかりとね、向き合うことで、この全米の、この日食が、
その天文台で日食についての講義も受けてきたんですよ。で、前回のはもっと上の方だったんですね。で、今回はケンタッキーを挟んでかなり下の方まで、南の方まで見えるので、で本当にこういう全米でこの皆既日食が見られるというのは、とにかく100年ぶりぐらいということで、アメリカは大きくクローズアップされてますね。で、今回の日食の、フリーセミナーは、そこに焦点を合わせてトランプさんとかですね、トランプさんのファミリー、それから前回の、有料ウェビナーの、ノードのお話も絡めてですね、どういうふうに読んでいくかということを皆さんに、詳しくご提供しようと思います。ただ無料のウェビナーですから、前回の有料のほどコンテンツはありませんけれども、でも多分日本でどなたもここまで調べている方はないだろうなと思うようなコンテンツも入ってますので、楽しみにしててください。そういった意味でね、今今日からですね、彗星が逆行を始めます。今ちょうどステーショナルレトログレードに入ったとこですから、そういった意味でもやっぱり今内側にしっかり向き合うことで大きく先に進んでいける、とても大切なタイミングだろうなと思いますので、逆位置がたくさん出てますよ、今週ね。はい、じゃあ、かなり、お話をしてしまって11分も、はい、すいませんでした。それではまずいつものように、シンクロニックスプレッドで読んでますけど、まずメンタルレベル、すべて4枚逆位置で出てますね。順番にお話しますけど、最初に出てきたのがアドベンチャーです。アドベンチャーというのは冒険ですよね。で、お日様が出てきてて、で、ワンダフルニューエクスペリエンスフィルマイライフ、素晴らしい、新しい経験がですね、私の人生を満たしていますというカードなんですけれども、このカードが逆位置で出てるってことはね、このカード来るときってやっぱりもうね、今はリスクを取りなさいと。今までこう不安から生きるとこうリスクを取ることがちょっと怖くなるんですけど、今本当に新しく本当に自分らしく生きていくことために何か小さなステップでいいから何かリスクを取ってみるってことがすごく大事なんだと思います。で、これ特にメンタルレベルなので、物のこう考え方、自分の考え方ってこうどうしてもこうセルフインポーズリミテーションって英語で言いますけど、自分でこう意識的か無意識的か分かりませんけれども、自分にこう制限をかけてしまっているようなところ、そこに気づいてですね、それを少しずつ外していく。いくらアドベンチャーでもね、冒険でも突然今までとは違ったことをやるというのはちょっと不安なこともあるでしょうから、小さなことでいいのでまずリスクを取ってですね、今までにやったことないことをやってみるっていうこと、とても大事だと思います。例えばちょっと髪のヘアスタイルを変えてみるとか、髪を染めてらっしゃる方の色を変えるとか、あとはそうですね、通勤の通路をちょっと変えてみる。アメリカはまあ通勤するとき車を使うことの方が多いんですけど、日本だったらそうでしょうね、ちょっと、違ったあの方で、あのやり方でオフィスに行ってみるとかね、とにかく今までにはないちょっと新しいことを少し楽しみながら、どんなことがあるかなっていうことでやってみるとか、前から習いたかった何かをやるとかね、私の、先生学講座を、取ってみるとかね、何でもいいですけど、何かですね、今新しい種をまいていくということがすごく大切なような感じがしますね。はい、でもう一枚引いたらですね、これ前に出てきたことありますけど、エッセンスのカードですね。ごめんなさい、綺麗なハスの花がこう出てますけど、エッセンスってフラワーエッセンスとか言いますけど、こう本当に自分の一番大切なものがエッセンスですよね。いろんないらないものを取って、これは絶対私のなくてはならない自分らしさみたいなもの、それがエッセンスです。で、In my essence, I am joy。で、私のそのエッセンスの中で私はもう喜びそのものですという、アファメーションが出てますけど、このカードが来てるっていうことはね、やっぱり今とっても大事なことは、自分の中にあるエッセンスを見つけることが大事だと思います。自分の本質みたいなもんですかね。やっぱりね、大切なことだけやってみましょう。本当に自分はこれ大切だなって思うことにフォーカスする、フォーカスというカードもどっかで出てますけども、これすごい大事だと思いますね、今ね。で、あんまり自分らしくないもの、周りがこうしないと
嫌われちゃうかとかからとかね、お父さんお母さんや周りの人を喜ばせるためだけに自分らしくないことをするのではなくて、今はやっぱりね、自分らしくないものはどんどんもう皮を剥いて、ピールアウェイと言いますよね、皮を剥いてどんどん捨てていくようにですね、しがらみをどんどん取っていくようなことがとても大事だと思います。それでその本当に自分らしいものだけにフォーカスしていくときに、だん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 やっぱり自分らしさみたいなのが見えてくると思います。で、もう一枚引くとオープニングが出てくるんですね。これも前出てきてましたけどね、ハートが出てますよね。で、これも逆位置なんですよね。だから逆位置ってことは、私は逆位置はできてないというよりかは、やっぱりちょっと意識をしてしっかりと、取り組むということが大事だと思います。で、全部これが逆位置で4枚出てるってことは、私は逆位置の場合4枚まで引きますので、やっぱりいろんな方がいろんなことが今出てきて、ちょっと、特に感情がいろいろ出てきてるので、今ね、気づいてはいるけれども、ちょっと足踏みしてしまいがちな方もいらっしゃるんだろうと思いますね。いろんな方がいろんな状況でいろんな対あのもの、あの立場にいるんだろうと思いますけれども、皆さんこの4つの中で一番大切なカード、自分にとってあこれだなと思うのがあったら、ぜひそこに取り組んでみましょうね。で、まあ、このオープニングのカードですけど、これ本当に、ね、ハートの声を聞いてハートを開いていきましょうってカードですよね。 I am open to receiving the gift of the universe と書いてありますけど、本当に何て言うのかな、今ねすごく大事なことは、宇宙からのねこのギフトをね、受け取る、受け入れることがすごく大事だと思います。で、何て言うのかな、自分の中のね、いつも言いますけど、こう強くない部分っていっぱいあるじゃないですか。怖がってるなとか、こんなことをしたらもしかしたら嫌われちゃうんじゃないかとか、こんなことを言う、こんな態度にしたら男らしくないって思われちゃうんじゃないかとかっていう、そういう自分の中のボナラビリティですよね。心の弱さみたいなもの、脆さみたいなもの、それも皆さんにとってとても大事なエッセンスの一つなんですよね。だからそういったことも受け取っていく、そういうこうオープニングがすごく大事なんだと思います。そうした時にそこを受け取ると、それが自分の中でしっかり統合できてくると、宇宙からそれをエンブレイスする、祝福してくれるようなサポートもたくさん来ます。だからなんかみんなが同じ強くて、たくましくて美しくて同じようになんかしなきゃいけないわけじゃないんですよね。私たちの魂一人一人がその魂のこだわりを持って生まれてきてるので、だから本当にそういう自分一人一人のそのハートの声に耳を傾けて生きていく、それがリオですよね、獅子座ですよね。それがとても今大切な時なんだろうなと思います。で、最後もう一枚引いたら、先週か先々週出てましたよね、プレイフルネスですね。先週じゃない、この前回ね、先週お休みしましたから、このプレイフルネスというのは、プレイフルというのは遊びがいっぱいってことですよね。でも無邪気に子供がお砂場でお城を作ってますけれども、本当にリオはですね、獅子座というのはね、やっぱり本当にハートの声を聞いても思いっきり自分らしく俺はジャイアンと言って喜ぶとこですから、ね、で子供、ゴハウス獅子座というのは子供も表します。自分の中のインナーチャイルドも表しますから、本当にそのパワフルな子供の部分をしっかりと今、向き合って、それを思いっきり使っていくことが、この獅子座のこのパワフルな、今月ね2回も獅子座で新月があるんですよね。で、後半はすごい皆既月食じゃない、日食じゃないですか。それも日本の場合8月22日ですよ、アメリカ21日ですけど、3時30分でしたかね、確かね。で、1ハウスがバーッと獅子座でしたね、日本の皆さんはね。だからそんなお話も今度のウェビナー、日食直前で申し訳ないんですけど、詳しくお話しますので、ぜひね、ウェビナー参加していただきたいんですけど、この、アファメーション、
My joy is the greatest gift that I give to others. 私の喜びは私が他の人たちに、他者にあげられる最大のギフトですと。だからやっぱりね、皆さんが喜びで本当に生き出した時に、その喜びが本当に周りに伝わっていくんですよね。だからこれ特にメンタルレベルですからね、あ、スピリチュアルレベルですからね、やっぱり本当にこうスピリチュアルなところでこうわーっと込み上げてくる何か、とても自分らしいものに挑戦していく、そこがとても大事だと思います。自分のエッセンスを見つけるっていうのは難しいことですよね。だけどそのエッセンスを見つけるためにも、自分にとって一番大切なものにフォーカスしていくことがすごく大事だと思いますね。さあ、フィジカルレベルですけども、現実世界の物質肉体レベルでどんなことが起こっているかというとですね、ここも4枚出てきましたけども、最後は正位置で出てます。最後の正位置だけちょっと先にお話しするとプレジャーが出てますよ。これもね、プレジャーは喜び楽しみですよね。楽しむことが大事ですよ、これ獅子座は本当に。で、まあ今のこの社会って、楽しむことは、いけないこと、まあ適当に楽しんで、あんまり楽しみすぎるのはよろしくないというような禁欲的な、風潮がありますよね。日本もそうだし、アメリカもピューリタニズムの社会が結構多いのでね、正教徒は真面目にあんまり楽しみをしてはいけないみたいなところがありましたからね。だから、あ、そういうもの、そういう枠を取っ払っていくことがすごい大事だと思います。とにかくやっぱり楽しいな、本当に嬉しいな、ワクワクワクとしている波動というのはものすごくこう波動が高くなりますから、そういった時にやっぱりそういうエネルギーがどん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 入ってくるんですよね。私たちのもう魂も私たちの体も全て波動でできてますから、だからやっぱり本当に楽しいことをクリエイトしていきたかったら、自分の人生を本当に喜びで満たされるような人生にしたかったら、やっぱり常にですね、喜び、楽しみ、そこを大切にして生きていくこと、すごく大事だと思います。特にこのリオはね、獅子座の新月ですよね。ものすごい日食です。それも29度というのは28度52分ですよね。29度はレギュラス、ロイヤルスターの、獅子のハートの、スターですよね。恒星とぴったり重なってきてますし、獅子座の29度というのは非常にパワフルな、サビアンシンボルになってますので、まあ本当に今この獅子座のエネルギーを思いっきり活用していただきたいなと思います。で、まあ、その前に出てきて3枚、まず1つフローが出てきてますね。そして2枚目がね、サレンダーなんですよ。全部逆位置ですけど、もうこれからお分かりのように、今ね、月食でものすごいいろんなものが出てましたから、いろんな感情が出てきた時にそれをしっかりと、まず受け取ること、そして今現実レベルで、まあ、ある程度リスクを取ってアドベンチャーしていこうと決めていった時に、それでも不安で大丈夫かしらなんていうようなことで、なんていうのかな、ついつい自分でブレーキをかけてしまっているような方が気づかれたらね、今はそのブレーキをちょっと外して、宇宙からこう流れてきている波に乗っていく、その流れに乗っていくこと、すごい大事な時だと思います。The glory of the universe flows through me と書いてありますけど、このカード最近も出てきてますよね、何回もね。そして久々にサレンダーが出てきてます、ね、All is well、 すべてはいい、まあなんていうの、良くな、いいことですよ、良くなってます。 I surrender to my inner guidance、 私は私の内側のガイダンスに、導きに、なんですか、任せていきますとね。ということで、今やっぱりとっても大事なことは、外側からみんながああなるべき、こうなるべきという声よりも、自分の内側の宇宙とつながってるハイアーセルフの声というかね、ハートの声というかね、いつも申し上げてますけど、内側の声をしっかり聞いて、そこに任せていくこと、すごい大事だと思いますね。だからやっぱこの1週間ぜひですね、瞑想しましょう。やっぱりね、マセドナというとこ特別なとこなので、まあボルテックスでね、ヨガをした時はすごかったですね。もうみんな言ってました、私だけじゃなくて。
で本当にもうエネルギーがわーっと、もう虹色のエネルギーでしたね、本当にガーッと出てきてすごかったんですけど、クンダリニヨガ特に、マウリ先生が指導してくれるのでそれもすごいんですけど、で その時にすごい感じたのはね、やっぱり本当にその宇宙のエネルギーと地球からのエネルギーをしっかり受け取って、こうその流れに任せていく時の、なんていうのかな、すごいエネルギーってすごいなってすごい思いましたね。ですからぜひこのフロート、アバンダンス、サレンダー、ちょっと心がけてみましょう、1週間。そして次に出てきたのがイマージェンシー、イマージェンシーのイマージングですね。イマージっていうのは今まで見えてきてこなかったものがガーッと表に出てくることなんですね。でこのカード見ていただいたら分かりますけど、こうなんかここにこう目があって、目からこの人がわーっと出てきて、太陽に向かってわーっとこう声を上げてますよね。でこれはどういうことかっていうと、皆さんが長い間温めてきた種とかね、考えとかね、アイディアとか、そういったものがわーっと芽吹いてくる頃。だから本当にこの2017年前半は随分逆行がいろいろあったし大変でしたけど、また今回ね、また彗星が今から逆行してるので、この日食の時は逆行したままの彗星ですけど、その分内側をもう一回よく振り返ることで、この1週間は日食までの間もう一度ね、しっかりと、内側を見ていく中で、いろんな、そのなんていうのかな、エッセンスをしっかりとね、自分にとって大事なものにフォーカスして、宇宙のサポートを受け取っていく時にね、今までずっと温めてきたアイディアとかプロジェクトとか、そういったものがこう芽を吹いてくる、それが見えてくる時になるんだと思います、この1週間。やっぱり、スプラウトっていうんですけど、英語でもやしのように芽がファッと出てくる時ね、出てきたばっかりの芽というのはやっぱりしっかり手当てしてあげなきゃいけないですね。水をやりすぎてもいけないし、乾いてもいけないし、光りすぎてもいけない。だから今とても大事なことは、やっぱりもうすぐそういったものが実ってきそうだなっていう気配がちゃんと感じられてるはずですから、皆さんこれ逆位置ですけど、その時やっぱりちゃんと意識をしてですね、適切なケアをしてあげましょうね。で怖がらずに、それがこう芽吹いていくことを許していく、フロー、サレンダー、それがとても大事なんだと思います。そしてその時にとても大切なキーワードは喜び。とにかく楽しんでやってみる、ね、あ、こんなことをやっぱりしたら、みんなに笑われちゃうんじゃないかとか、本当にそんなことできるのかしらとかっていうふうに思うのではなくて、流れが来ていた時にやってみる。とにかくリスクを取ってみる、それ大事な時だと思いますね。で、I am emerging into the light with joy and ease。私は光に喜びと ease ですから、こう、なんていうか、気が軽い感じでね、ライトの中、光の中に入っていきますと、一緒になっていきますというカードですけど、やっぱりね、フォーカスオンライトですよね。もう、獅子座は太陽そのものですから、自分の中のハートの太陽の声、そしてそこにと一緒になって、こう自分らしく生きてみようというところにフォーカスしていくことが、この1週間はとても大事だと思います。本当に今週が終わって、来週の頭のその22日の、日食が終わると、太陽は乙女座に入ってきますから、今この1週間は、この日食の前にしっかりと、自分の内側の声に耳を傾けてみましょうね。それで、干潮レベル4枚出てます。これも同じように、最後が、正位置で、3枚逆位置で出てますけど、まずヒーリングのカードが出てますね、逆位置で。だからやっぱり本当に感情レベルなんで、私たちのサイクルイレブンの仲間も結構いろいろわーっと出てきた方もいてね、いろんな取り組みを皆さんしましたけど、
でもその後それをしっかり取り組んだ方は最後は本当に笑ってね、みんなね、よかったねっていう感じで、いつかねウェブナーで水瓶座の時代って言われていることがどういうことかとかっていう話も皆さんにお伝えしていこうと思ってますけれども、今本当に感情レベルでしっかりとその内側から出てくるものを受け取って、いらないものはリリースして感謝してね、いくということがで、フェノミナルヒーリングエネルギーフロー through every cell in my body、これも最近出てましたよね。本当にもう考えられないぐらい素晴らしいヒーリングのエネルギーが私の体の細胞一つ一つをですね、に流れてきていますというカードなんですけれども、本当に今ね、すごい癒しが起こってますね。私も今回の10日間ちょっとの、2週間弱のワークショップ、かなりきつかったですけど、やっぱりしっかり取り組むことでものすごく大きな気づきがたくさんあったし、涙も思わず出てくることもたくさんありましたけど、皆さんもそうでしたけどね、もう本当浄化の涙でしたね、喜びでしたね、本当に。だからやっぱり魂のことせんに触れるような、事柄がたくさん出てきてる時です、今。それはね、本当にね、生きててよかったなって思う、瞬間ですよね。本当そういう時が今来てると思いますよ。で、もう一枚引くと、フォーカスのカードが出てましたね。フォーカスしましょう。で、ここをほら、星にバーッと集中してますけど、このカード来てるってことは、ね、今ねやっぱりね、しっかりと自分にとって何が大事なのかということにフォーカスをしていくことがとても大事なんだと思います。ずっと繰り返し似たようなメッセージ出てますよね。で、やっぱり何て言ったらいいかな、自分にとって、これが私にとって美しいなとか、もうこれが価値があるな、これはやってみたいな、それからもうこれは本当にすごく好きだな、ね、ラビングだなっていうものだけにフォーカスしましょう。ね、やっぱり何かね、一つのことに、特に今はいろいろあるでしょうけど、やっぱこれだなって思えるものにフォーカスをして、糸と情熱を注いでみるってことが今とても大事な時なんだと思います。私で言えばやっぱり今いろいろやりたいこともあるんですけど、それはアートもやりたいしいろいろあるんですけど、今やっぱり私はこの、コンシャスネスアストロロジーですよね、ソウルセンターアストロロジーをしっかりと掘り下げて身につけて、それを皆さんに、日本の皆さんにぜひぜひね、お伝えしたいというのが私にとって今一番大きな夢になっているので、そこにフォーカスをしています。だから本当にやりたいこともいろいろあるんですけども、もうそこに喜びでやってますよね。それもやっぱり失業してから1年半ぐらいいろいろなことがありながら、試行錯誤しながら今をずっと生き続けてきたんですけど、それを続けることでますます、本当に皆さんも私のサービスを受け取ってくださって、今愛が本当に循環している。よく自分でもね、1年半毎週毎週動画を作って、今回みたいにちょっとワークショップの時だけお休みさせてもらいましたけど、あとはもうお盆もお正月もなく、ずっとオラクルカードリーディング、それからエネルギーナビをご提供してきましたけれども、それを喜びで本当投機をして、お布施として皆さんにお届けして、それを皆さんが喜びで受け取ってくださって、先月もね、無事に第1回有料セミナーもウェブナーも皆さんが受け取ってくださって、無事にやり終えることができました。たくさんの、ポジティブな評価もいただきました。ね、で今月はじゃあそれに対してですね、また皆さんにお礼じゃないですけれども、無料の
ウェブナーで、ぜひウェブナーに慣れていただきたいというので、私は今そこにフォーカスしてるんですけど、まあ、9月からもっともっと中身の濃いウェブナーを皆さんにご提供しようと思ってますので、まあ、それがね、やっぱりなんでこんな話をしてるかというと、そうやってやりながらだんだん分かっていくんですよね、フォーカスしてると。で、このデニス・リンさんもガイドブックで書いてくださってますけど、今皆さんの周りをちょっと置かれている状況を見てみてください。で、今皆さんが見ている状況というのが皆さんのフォーカスしてきたものの結果なんですよ。で、もしあまりにもいろんなものにこうスキャターしている場合は、それはそれでなんていうのかな、いいんですけど、もうちょっと自分でここをやってみようというものがあれば、そこをしっかりとフォーカスしていくことが今とても大切な時なんだと思います。あれもこれもと何て言うのかな、手当たり次第やるんではなくて、この獅子座のエネルギーはすごいエネルギーなので、今回の日食ね、獅子座2回も、新月があるってことは、それだけでもすごいんですけど、前回は獅子座0度でしたよね。だからあの時に蒔いた種がこの29度で今度はしっかりとこうもっと大きく、深く芽吹いてくる時なんですから、その時ことにしっかりとフォーカスしていくってことがとても大切なんだと思いますよ。ね、で、またこれ前も出てきましたけど、エンブレイシングのカードですよね。で、エンブレイスというのは抱きしめる、抱擁する、そしてそれを大切にこうなんてすることですけども、やっぱこのカード出てきてるってことはね、自分の全ての一つ一つを全てしっかり祝福して受け取ることです。だから自分の中のシャドウの部分、弱い部分、ボナラブルな部分、それも大切な私たちの一部ですね。そこをしっかりと受け取ることで、皆さんの光もしっかりと輝き出します。だからこれは I embrace and love all my life と書いてあります。私のすべてのライフ、命、それから生活、人生を私は embrace、 抱きしめて愛しますということで、やっぱり本当にね、61年生きてみて思いますよ。無駄なことは一つもないです、もう一回やり直せるのは やり直したいと思うような過去もあります、私だってね。でもそれがあるから私の今の私があるんだなとも思います。だから、その過去でいろいろ犯してしまった過ちというかね、もう一度できたらやり直したいなと思うような事柄も、それがあったから今私がそれに気づけているんだということを大切にする、そして、そこを責めたり、悔やんだりするしてしまいがちの自分がいますけど、それもしっかり受け取ると、そこからそれをなんていうか統合して、それがあったからの今自分があるんだっていうことで、このようにね、花がこう濃いものとちょっと薄い花がこう絡んでですね、綺麗なこう太陽の光の中にいますよね。そういう経験があるから、同じような経験をした人たちの痛みとか苦しみもわかるし、ね、だから本当に無駄なことないと思います。だからそういった意味で、今いろんな感情が出てきても、しっかりとそれを受け取ってみる、認めてみる、それがとても大事な時なんだと思いますね。で、最後、そういうことを通してですね、やっぱりトランスフォーメーションがまた出てきたんですよ。だから本当に I am joyously centered and safe as wonderful changes occur around me と、ね、今私の周りで起こっている、ものすごい素晴らしい変化を、私は喜びで、自分の中心にいてですね、そして安全でいますというカードですけど、そうしたことで本当に自分の特に感情レベルが大きくこう変わっていく時なんでしょうね。今回のウェブナーは日食に限っていきますけれども、日食というのは本当に大きなポータルが開く時なので、この日食は特に本当にすごい日食なんですけど、
で、9月の20日にですね、今度は2020年までのストラテジーの第2弾として、もうちょっと詳しくですね、2020年までにどういうことが起こって、それまでに、皆さんにぜひここはフォーカスしていきましょうというようなことをこれからお話していこうと思ってるんですけれども、マハル先生も口を酸っぱくおっしゃってましたけれども、もう本当にこの3年間、ものすごく激動な3年間ですけど、この3年間のこう宇宙からのエネルギーをしっかり意識して、コンシャスネスですよね、意識して生きるか、意識しないままただそのエネルギーに流されて、わからないままこう巻き込まれていくかは大きな違いがあります。だから、とにかくもう始まってますけど、この大きく変革できるエネルギーをですね、思いっきりですね、活用して生きていただけたらいいなと、それを皆さんにこうエネルギーナビとしてですね、お伝えできる自分はやっていて本当に楽しいなと思うんですけど、最後、メンタルレベル3枚出てます。これもね、最近ずっと出てましたね、トゥルースですね。真実ですよね。I live my truth と書いてあるでしょ。ね、ここね。だからやっぱりね、自分にとっての真実って何かっていうことしつこくずっと出てきてますよね。やっぱりね、自分がいろんな活動をしていきますけど、特にこれメンタルレベルなので、頭の中でいろんなことを考えますけれども、ね、やっぱり自分の内側のガイダンスにしっかりと従っていくってことがとても大事なんだと思います。やっぱり難しいのは、自分の真実に向き合ってそれで生きるっていうのは口で言うのは簡単なんですけど、でも何が自分にとって真実なんだろうっていうことは、結構難しいですよね。特にこう私たちの社会というのは、自分の外側に基準を持って、その外側から自分を見て、そこと合ってるか合ってないかをこう比較しながら、自分はダメだ、できてない、まだダメだ、あれだっていうふうに、自分の中心ではなくて外側の基準に自分を合わせようとするような生き方をさせられてしまってる、そういう条件を付けのをの教育も受けているし、それは親からそういう価値観みたいなものをこう植え付けられることもあります。でもご両親はご両親でね、自分の経験を通して良かれと思ってやってることもたくさんありますからね。もちろん因縁的なこともあります。それから学校でも学校教育の中でそういう基準があるし、社会に出ればまたそういう基準があります。でも今やっぱりね、進化先生学とかそのソウルセンターのアストロジーにやっていくと、その魂の進化の度合いというのがとても大事なんですけど、同じホロスコープでもその人の魂の進化の度合いによって、ね、同じ出生図であってもそれが20代の時と40代の時と60代の時では、トランジットとかいろいろありますけども、変わってくる人は変わってきます。20代でも40代でも60代でも同じようなエネルギーで生きてる人もいます。でもやっぱりその意識が広がってくればくるほど、皆さんの中で自分にとって、いろんな経験したけど私にとってこれがとても大事だなというような真実に向き合えてこれるんだと思います。で、それはやっぱり自分といかに自分の内側と向き合って、自分のガイダンスと向き合っていくか、その時にやはりいろんな経験をする中で、非常にやっぱりスピリチュアルな視点みたいなもの、そういったことが見えてくる中で、やっぱり自分はこうだなっていうものが見えてくるんだと思うんで、ちょっとくどくなっちゃいましたけど、このね、なんて言ったらいいかな、自分をエンパワーしないもの、力づけてくれないような人間関係とかね、そういう状況はですね、やっぱり、少しずつレッドゴーしてですね、
本当に純粋な自分になっていくってことを今とてもフォーカスして見ることが大事なんだと思いますね。そうすることでアバンダンス、本当に宇宙とつながってクリエーションを始めていくときに、やっぱりね、クリエーションするということは実はね、受け取ることなんですよね。宇宙のエネルギーをしっかり受け取って地球とつながっていく中で、エネルギーが回ってですね、必要なものが必要な時にしっかりと入ってくるアバンダンスが来ると思います。 All my needs are met above and beyond my greatest expectation。 私の最大の期待を超えたようなものがですね、私の中に必要なものが全て入ってくるという、そういうカードですよね、アバンダンスね。そして最後がピースですね。これが聖域で3枚目が出てきます。で、まあ平和ですけど、ピースというのはね、I breathe deeply knowing that all is well in my universe。 やっぱりね、今週いろんなものが出てきますから、特にこれメンタルレベル、頭の中でいろんなチャットが来ると思うんですけど、そういう時こそ本当に呼吸を、深呼吸をしっかりして、少しヨガとかチベット体操をして瞑想してみましょうね。しっかりと呼吸をする中で自分の中のスティルネス、こう静けさの中に、実はその静けさの中にものすごいバイタリティがあって、活力があって、力がみなぎってくるんですよね。不安になっている時、私はどうしてもいろんなことに、ああしなきゃこうしなきゃというふうになんか活動しやすいんですけど、今週はなんかいろんなことの活動をするよりは、やはり水星も内側、逆行始まりますしね、何かをすることよりもいかに自分でいるか、もう獅子座というのは本当に自分が自分らしくいることが、存在していることが全てですよ。何かをすることにフォーカスするんじゃなくて、自分であることにフォーカスしてみましょう。そうすることできっとね、静けさの中の豊かさっていうかな、エネルギーの満ち溢れたもの、平和であるってことは決して単調で、なんか飽きてしまうようなボーリングなね、つまらないものではないんですね。本当に静けさの中で宇宙と一緒になって、こう自分でいる状態がどれだけパワフルかっていうことを、私はセドナでもう一度、たくさんのそういう経験をして、クダニヨガをしたりとかね、瞑想してね、感じましたね。もう本当セドナはすごいとこです。ぜひ皆さんにね、セドナにいらしたら思いっきりセドナを味わっていただきたいので、2年かけて温めますので、ぜひ今から皆さんね、セドナに来る目標を立ててですね、ぜひ参加してみてください。本当に、一生に一度忘れられない素晴らしい体験を、シェアできると自負してます。はい、丸井先生が選んでくださった宿泊施設も素晴らしかったしね。だからぜひぜひ、皆さんにもそういったいわゆる何ていうんですか、ツアーパック旅行では味わえない、素晴らしい企画を、皆さんにご提供できたらいいなって、今から大きな夢を持ってるんですけど、はい、最後の、結論のカード2枚ですね。1つがインスピレーションですね。逆位置で出てますけど、インスピレーションというのは宇宙からスッと入ってくる、こうインスピレーションですよね。で、 I am receiving divine inspiration right now。 やっぱりね、本当に何か自分を作り出そうと思った時に、自分らしく生きようと思った時に、本当に自分の中のボナラブルなものを受け取って、受け取るってことが実はとても大事なクリエーションなんだなってすごく思います。だから自分の我だけで、エゴだけで何かを作り出そうとすると、作ってしまって、ある程度充電していたものが出したときは、それ以上のも出てこないんですよね。だけど本当に何度も言いますけど、宇宙とつながってインスピレーションを受け取って、
そしてそれをどんどん循環させていったときに、もういくら出しても出しても、アバンダンスでですね、エネルギーが循環するんですよね。だから、そのパワフルさってすごいですよ。ね、で、そこでですね、最後に出てきたのが、またね、同じようなカードがまた出てますけど、すごいですね、アウェイクニングがまた出てきてます。だから、I am joyously awake and aware and ready for anything。もう私は本当に喜びで目覚めて、そして気がつくんですと。私は何に対してももうレジだと、準備ができてるというカードですけど、まあこのカードが出てるってことはやっぱり宇宙の力はあなたが自分の何て言うんですかね、私たちが一人一人こう自分のデスティニー、ね、運命っていうかね、に導かれてですね、前進していくことを後押ししてくれてるんですよ、私たちは。それに気づいていきましょう。ね、そうやって気がついていくとき、ね、ハイアーセルフとスピリチュアルなディヴァインなそういうもの、力、そして自分の中のボナラブルなもの、もうすべてが神のようにね、全能で力強くある必要ないんです。私たちの本当にこうくじけそうな弱い弱い部分もさらけ出せる。そこさらけ出したときに、そこをしっかりとサポートしてくれる気づきのエネルギーが入ってくるんだなと思います。それをまあ認めていく、そういった中で多分、なんて言ったらいいかな、何が人生で大切なものかっていうことがはっきりと見えてくるんじゃないかなと思いますね。はい、ちょっとあんまりまとまりませんけど、デッキの裏はまたしてもエネルギーが出てます。だからこのカード結構何枚あるのかな、ちょっと、何枚あるか分かんないんですけど、まあ40何枚か50何枚あると思いますけどね、その中でいろんなカードあるにもかかわらず、こういったカードが連続して出てるってことは、このエネルギー、特にね、エネルギーずっと出てますよね。このカードやっぱりね、ヒーリングエネジーですよね。ヒーリングエネジー and immense vitality flow through me easily and effortlessly。やっぱりね、自分のエネルギーをしっかりと出していくっていうことは、やっぱりフォーカスも大事だし、自分らしく生きようとするときに、こんなことしたら周りがっていうふうに、常に外側から自分を見ていくと、自分の中心がないとエネルギーが入ってきませんから、自分の内側にしっかりとフォーカスして、自分が宇宙とつながった時に、自分の中のインナーさんがですね、エネルギーがしっかりと循環していくんだってことをこう受け取っていく、気づいていく、そんなようなことがとても大切な1週間なんだろうなと思いますね。はい、ということで、もう52分になってしまいましたね。はい、ちょっと久しぶりでまとまりませんけれども、最後に3枚引きをしましょうね。はい、それではちょっと待ってくださいね、皆さん。A と B と C のカードを思い浮かべてみてください。ちょっとアーケンジェルをお呼びします。それでは引きます。まずは A のカードです。はい、A のカードですね。はい、B のカードですね。最後、はい、C のカードです。はい、今週私は C でしたね。はい、それでは1枚ずつ見ていきましょう。前に出てきましたけど、36番でアセンデッドマスターマタージーでクリムソンキューブライトですね。リリーフ&リペアというカードですけど、これ、本当にディヴァインフェミニンなエネルギーですね。地球としっかりつながっていくこと、とても大事だと思います。まあ、これ、ヒーリングのクリスタルですね。はい、333。はい、B 行きましょう。B は、
これはグッドビルですね。ガーデス・ガイアン・オーシャン・ジャスパーですよ。これはなんか前に出てきました。久しぶりに出てきましたね。オーシャン・ジャスパー、グッドビル。良き意志ですよ。やっぱり今とてもね、意志をしっかり見ていくこと大事ですね。そしてオーシャン・ジャスパー、素晴らしいジャスパーなので、後で皆さんにちゃんとお見せしますね。はい、C。私も C でしたけど、何でしょう。あートルコイズが出てきましたね。トルコイズですね。11番ですよ。アーキエンジェル・ガブリエル・アン・トルコイズ。Safe to be seen。今回これが444-888-333。また分かれましたね。これは本当に素晴らしい。これもヒーリングのカードですね。こちらはヒーリングじゃなくて、これはアセンデッドマスターのカードでしたよね。まあちょっとこの3つについてですね、また別の動画でお話しますけれども、なるほどね。今やっぱりこう自分の中のボナラビリティもしっかりと受け入れた上で開いていく、リスクを取りながら開いていく中で、きっとですね、大きなヒーリング、そして大きな目覚め、大きなこうアバンダンスに行くゲートウェイが今開いてるんですよね。ライオンゲートがこの間開いてましたけどね。本当にすごくパワフルな時です。この8月の月食、日食でしっかりと自分の内側と取り組まれてまいた種はですね、これから半年後、そして2020年3年後、大きく、皆さんが自分らしく生きていくための大きなゲートウェイになっていると思います。そういった意味でまた皆さんと、このオラクルカードリーディングをシェアできたことをとても嬉しく思います。来週はですね、私個人鑑定3人も入っていて、それから、ウェブナーもあるので、これからちょっとかなりインテンスに頑張らなきゃいけないんですけど、ちょっと2日爆睡して、なんとか元気になりましたので、今日は葵ちゃんと一緒に、携帯も買いに行って、それからお買い物も買いに行ってですね、葵さんも私がいないと車がまだ運転できないので、私がいない間はですね、歩ける範囲で、いろんなとこ買ってきてご飯作って食べてたようですけれども、今日はいろいろ、そうだ、大きなハマグリを買ってですね、焼いてですね、焼きハマグリにして食べました。美味しかったですよ。ということで、皆さんもですね、今お盆休みでしょうけれども、ぜひですね、このプレイフルネス、楽しいことにフォーカスして、人生を楽しんでいきましょう。ということで、はい、また長い動画になってしまいましたけど、最後まで見てくださってどうもありがとうございます。それではこの3枚引きについてはもうちょっとお時間くださいね。今日も夜遅いので、明日、配信できたら配信しようと思ってます。はい、それでは Thank you so much and so much love!